れた。疲れるわな。こんな荷物背負って歩いてよ。BT のところ通ってよ。山道歩いてよ。大変だよね。くそ。くそ。よし。ちょっとまた新情報があったから。あ、メールが来てる。ニック・イーストン。新入りのサム、頑張ってるか？うるせえ、伝説だ、こっちは。サム、ご苦労様。調子はどうだ？新入りにしては、なかなか頑張っているようだな。伝説の配達人だけど。そろそろ、時雨で劣化してきている道具が増えてるんじゃないか？いざ使おうとした時に使えなくて困ることもある。おう。新人のあんたに教えてあげるよ。そういう場合は、配送端末からリサイクルするか、本当に困っている赤の、他の配達人のためにシェアボックスに入れるかして新しい道具を作成したらいい。作成した方がいい。ちなみにリサイクルはブリジット基金が運営している。基金はブリジット大統領が設立したんだ。提供された道具は資源として再利用される。シェアボックスに入れておいたらそれを再利用した配達人からいいねがもらえる。人に感謝される気持ちの良さをあんたにも知ってほしいな。それに他の人がシェアボックスに入れた道具にあんたも助けてもらえることもあるはずだ。リサイクルとシェアボックス、どっちも捨てがたいが状況に応じて使い分けてみてくれ。新人とは言ってもあんたには期待しているよ。無理しないで頑張ってくれ。いいね、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 いいね。ありがとう。分かったよ。よし。人類が直面しているのは配送の問題。かつて人類は飢餓や戦争という問題に常に直面していた。アメリカが崩壊したこの世界でもそれは根本的に解決されているわけではない。だがそれらは本質的な問題ではないんだよ。ノットシーの市民やプレッパーズが飢え死にすることはほとんどない。石油や水のような資源を争って戦争状態になることもない。もちろん一時的に食料や資源が不足することはある。しかしそれは必要とされるところに物が届かないという配送の問題なんだ。それを解決するために大統領はブリッジズによる配送やカイラル通信を考えた。食料や資源が足りなくて今を生き延びることに必死だという状況ではない。分断され孤立したせいで自分たちのことにしか関心がなくなってしまった。今の人類はこの世界を未来につないでいくことを想像できない。それを大統領は憂いているんだ。じゃあ石油とかそういうのももう簡単にできるってこと？カイラル汚染とは、カイラル汚染と呼ばれている症状の原因はカイラリウムから発生するカイラル線にある。カイラリウムはビーチとともに発見された物質だ。それが発するカイラル線が精神や肉体に影響を与える。これはキラーストレスと呼ばれる。人を死に至らしめるストレスの作用に似ている。ストレスが高くなると心不全や脳卒中になることもあるし、免疫力が低下してがんになることだってある。カイラル汚染された人間は悪夢などで睡眠障害に悩まされ、放置していると自律神経やホルモン分泌に、異常が生じる。免疫力が低下していき、生命力を奪って最悪な場合死に至る。それが精神に作用した場合、破壊衝動や自殺衝動を誘発する。これがひどくなるとホモディメンス、つまり逸脱する人になる。あるいは記憶障害や判断力の極端な低下を起こす。そうなった集団をホモゲシュタルト、集団人と呼ぶ。ミュールたちがそうだ。普通の人間はカイラル線を避けて生きることが必要だが、耐性を持っている人間もいる。それがドゥームスと呼ばれる人間なんだ。ホモゲシュタルトだって。ゲシュタルト崩壊ってありますよね。ビーチの発見と死の概念、ビーチが発見されて死の概念が変わったんだ。それは間違いないことだ。ビーチとは概念であり存在でもある。ビーチは個人の精神の在り方に影響され個人に紐づいている。だから DS やビーチのことを解明するために心理学や精神分析、脳科学などからのアプローチが盛んに行われた。カウンセリングでビーチと死の正体に迫ることはかつて一種のブームになったくらいだ。特にドゥームスは格好の研究材料だったんだ。
ではここで質問だ。ビーチが個人の精神に属しているのならば、人間のような意識を持たない動物に、ビーチはあるのか。人間のような意識を持たない動物にビーチはあるのか。ん？人間は意識を持ってないの？人間の死体だけがネクローシスして体が BT になる。だからビーチは人間にしか存在しない。私はそう考える。あ、人間のような意識を持たない動物にか。人間のような意識を持たない動物じゃなくてね、人間のような意識を持たない動物にビーチはあるのか。人間の死体だけがネクローシスして BT になる。だからビーチは人間にしか存在しない。私はそう考える。では人間のような意識を持てば AI にもビーチは存在するのか。あるいは人造人間の場合はどうなるのか。私はそれらにはビーチは存在しないと思う。なぜならビーチは死とつながっているだけではないからだ。ビーチは生者の世界にもつながっている。生と死を結ぶのがビーチだ。だから人間のような誕生をしなかったらビーチは存在しないはずなんだ。だから人間のような誕生をしなかったらビーチは存在しないはずなんだ。ん？だから人間のような誕生をしなかったらビーチは存在しないはずなんだっていうこの一文がいまいち意味がよくわかんないな。うん。おい。あ、これ靴底層。靴の一時的な代用品として使えます。へえー、あ、車両そのうち出てくんだな。まずはあそこの近くにあったところのやつかな。よし、戻ろう。あ、いっぱいある。なんもないね。誰もここに置いてないやと思ってたけど、それはまだ通信っていうか繋がってなかったから見えなかっただけなのか。じゃあ結局すぐあの置いたこれもよくあるやつになっちゃった。なんだ、誰かいる。え手振ってる。こんにちは。ありがとう、ありがとう。え、これ何？あれ、こっちが開いちゃった。え、スネック。ああ、このアバターを使ってる人か。ああ、びっくりした。ありえないと思っちゃった。いろいろと。サム、君が歩いた痕跡がわかる。振り返って見てみろ。そこに道ができる。はい、君がスパイや特殊工作員ならもう失格だ。だが君はそうじゃない。すいません。え？君がつけた痕跡は君が存在することの証だ。君が歩いた証拠を残せ。はい、それが人々に勇気を与え、やがて道になって人々をつないでいく。ネットワークをつないで感謝の気持ちをいいねと送り合えば、つながりはより強く増えていくだろう。今スネークが道もまた補強されていくはずだ。え？ていうかこれ何？え？これはこれを立てた人ってことだよね。出てきた。
何なんだ。戻ろう。これまた BT は出るのかな、やっぱり。雨降ってないから出ないかな。天気いいし。頑張ってください。おう、ありがとう。なんか雨降ってないし、今のうちに早く行こう。落とし物がいっぱいあるな。橋がある。うわー、すげー、すげー橋がある。これ何、誰かが建てた橋かな。あ、この人が建てた橋。うえー、すげー、ありがとう、使わせていただきます。マーカーを消して付け直そう。ここに行くんだよね。あれ、やっぱりどうやってもここは雨降ってくるのか。 BT は出るのか。なんか天気悪い音してるもんね。この人と同じ足跡のとこ行こうと思ったら、これ逆方向だ。自分かもしれない。 BT 出る前に行きたいな。今んとこ天気は良さそう。あ、 BT の看板がある。俺が立ったやつか。結構重いね。でも BT に出会う前にさ、天気が悪い音がしている気がするな。でも雨が降んなきゃ BT は出てこないんじゃないかな。ごめんね、いろいろ持ってってあげたいけど、こっちもちょっと荷物いっぱいなんだよね。あ、雨宿りしたとこだ。なんか置いてある。何これ。わからん。ごめん。行こう。スローダウン。気をつけよう。あれ？でもあっちだな。こっち行く必要ないよ。BT 出なそうだ。よかった。帰りは出ないっていうことなのか、それとも運が良かったのか。どっちだろう。頑張って。この辺また風が強いんだよね。例えばドーンってやつなかった。あ、観測所がある。ちょっと見てみよう。いいね。あそこに行くのね。でも目的地はあっち、キャピタルノットシティに行けってたよ。まあ、とりあえず一旦あそこ行ってね。ちょっと待って、なんか風が、風か、風ならいい。雨だとちょっとやだ。え、メールが届いた。
よう、配達員グレードはどうだ？5つの要素のバランスが大事なのは大前提だが、数量を重視すべきだと思わないか？一度に多くのものを運べば、総納品重量ボーナスがブリッジズから付加されるんだ。昔は道路のようなインフラが今より整備されていたから、トラックに大量の荷物を積んで配送ができた。でも今はトラックがあってもそう効率よく使えない。車両自体もロックがかかったまま放置されている。まともに使えるものがもうないんだ。あんたが頑張ってるのにすまない。ブリッジズを代表して謝るよ。この時代、一度に大量に運ぶのは難しい。だからこそ数量が大事だ。俺のいる配送センターでも何よりも大事なのはストックできる数量だ。支援物資や素材、食料などをどれだけここで預かれるかが大事だ。ここのストックがなくなったらみんなが困るからな。俺は数量にこだわったおかげで今まで以上に重いものを運べるようになった。サム、ぜひとも数量を意識して配送を頼むよ。さっきは数量とかよりも安全性をって言われたんだけどな。よし、行くか。ベンジャミン・ハンコック、何を思ってここにこれを置いたんだい？どうも全損してる。あ、わかった。これをあそこに入れてなんかリサイクルとかしろとかそういうことを試せっていうことだった。ここではリサイクルできないのか。そういうことじゃなかった。捨ててこ。中身が空になった荷物があるわね、はい、不要品を各施設でリサイクルするとそれを再利用してくれるわ、うん、でもこれはねちょっと無理なんだ。ごめんね、これはちょっとね。あ、バッテリーが少なくなりました。大丈夫かな。とりあえずじゃあこれ戻ったら終わりにしよう。少なくなりましたって言ってからどのぐらい持つんだろう。しまったー。あ、俺この捨ててこうと思ったこれ持ってたんだ。分かってなかった。もうどんどんいいに押しますよ僕は。いい道だね。目的地も見えてきたし、あそこ行ったら今日は終わりにしよう。こんないい道あったんだね。来るときなんか向こうからのなんかめんどくさーいとこ取っちゃったね。ごめんよサム。聞いてるか。あ、聞いててくれた。誰なんだよ。ミュールかな。誰かいるか。これ何なの？キノコ。キノコのカイラルグラム。別に取れたりするわ。え、取得する？違うの取ったんだよね。この靴のやつ取った。なんだあのホログラム的なやつが。道通ってこうぜ。これはあれなのかな、本当にみんなが通ったからこうやって草がはげてるとかそういうことあんのかな。なんかあるロープだ。おお、マジで行ってみよう。なんかちょっと楽できるかもしれない。
いいね、送る。今はできない。おお、すげえ楽になった気がする。気のせいかな、そういう風に思っちゃってるだけかな。でもいけてるんじゃないかな。落とし物、年代物の書物、年代物の書物は大体あいつだろ。あれ、わかったよ。じゃあ今度は俺がここに、これはストランドか。さっきの人に比べてなんかしょぼい。そんぐらいだったら別にいらねえよって言われそう。大丈夫大丈夫、持ってってやろう。ついでだからあとちょっとだしね。またあった、こんな謎のやつ。キノコ、さっきと同じ人かな。あの人キノコブームが来てんのかな。この橋は多分みんなが同じところに建ててんだよね。重いな、あとちょっとだよ。ねえサム、発電機で充電すればバイクが動かせるようになるかもしれない、うん、試してみる。試してみる。だんだんやっぱママの声が癖になってくるな。なんか気だるそうな喋り方してるけど実は俺に気があるんじゃねえのみたいな。よし、 K2 西配送センター、今日はここでちょっと終わりにしよう。よし、戻ってきた。おしっこ禁止。付着したカイラル物質の洗浄、異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。どうも。頑張ってください。よし。納品。カイラル通信をポットノットしていく、ポートノットしてやつ。依頼品、樹脂ケース6。発電所から持ってきたのか。そうだよ。一人で一体どうやって来られたんだ。背負ってきたんだよ。見事だ、よく運んでくれた。税少年、あんたの頑張りには頭が下がる、うん、さすが伝説の配達人。伝説の配達人さ。 2% 一回転んじゃったからな。オートスキップ、はい。素材が追加され、 K2 西配送センターで使用できるようになりました。何が？樹脂が？はい。K2 西配送センターが以下のホログラムのデータを提供してくれました。ベンジャミン・ハンコック。あ、ホログラム？カイラル汚染とはシャープ2。BT はつながるために手を差し伸べる。この施設で使える通信量の一部がサムに分配されました。カイラル通信接続エリア内で建てられる建物の数が増えました。ああ、サムが使用できる素材量とその上限を上げてくれました。はい。S。トロフィーを獲得した。ありふれた配達。
like よくわからん。どれだけ人をつないで物を運ぶんだ何それ。あんたすごいな。あ、どうもありがとうございます。たった一人とは思えない。実は一人なんです。あんたみたいな伝説の配達人が他にも大勢いる気がする。いや、どうしてもこんなことが一人でできるなんて信じられなくて。実は世界中にいるんだ。でも一人で大陸を横断するのは信じられそうだ。無事を祈る。頑張ってくれ。ありがとう。お疲れ様でした。新しい依頼があります。ありがとう。受注する際は配送端末にアクセスしてください、うん、とりあえず一旦戻ってプライベートルームで休む。一旦休もう。コントローラー電池も終わっちゃうし。夢を見んのかな。あ、そういうわけじゃなかった。おはよう。でもこれで終わるんだけど。おはようございます。うん、ただこの間ここで終わりにしたらなんかあれだったんだよな。上からに戻っちゃったんだよね。まあいいや、ここで一旦終わりにしまーす。ここまで見てくれてありがとうございました。まあ、前回の無駄に歩いた3時間がどうなったかね、気になりますね僕も気になってます。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次もよろしくお願いします。バイバーイ。